15枚の歴史的な写真。今まで信じていたけれど、合成だったんです。え？写真は歴史を記録したり、SNS で何百もの、いいねをもらったりするいい方法ですよね。でも今は歴史に話を戻しましょう。写真は合成され、私たちを誤解させることがよくあるのです。画像処理のプロたちは、フォトショップが発明される前からいて、好きなように写真を合成していました。過去の重大な捏造写真のお話の前に、100% 信頼できる情報に無制限にアクセスできるようになりましょう。ブライトサイドファミリーの一員になってください。チャンネル登録をして、ベルのマークの通知もオンにしてくださいね。それでは見ていきましょう。1. アインシュタインと核爆発。 SNS で核爆発というなかなか刺激的な背景の前でアルバート・アインシュタインが自転車に乗っている写真がよく出回っています。よく見る休暇の写真とはかけ離れていますよね。実はこの写真は2枚の写真が合成されています。アインシュタインが家の近くで自転車に乗っている写真と、1962年からアメリカ・ネバダ州で連続的に行われた計4回の核実験の写真です。2. 赤ちゃんのヒトラー。当時のドイツの首相のこの写真は、1933年、イギリスやアメリカの多くの新聞に掲載されました。写真の説明文には、将来悪魔のような指導者となることを予感させる1889年生まれの赤ん坊の姿だと書かれています。ですがこれは本当の写真ではなく、大きな修正が加えられています。アドルフ・ヒトラーは写真を見て、この恐ろしい見た目の子供は自分ではないと主張しました。そして赤ちゃんだった頃の自分の本当の写真を掲載するよう命令しました。ですが一度新聞に、それも複数の新聞に載ったものは完全にはなくなりません。5年後の1938年、オハイオ州のハリエット・ダウンズはこの写真を雑誌で見て、写っているのは2歳の時の彼女の息子ジョン・メイ・ウォーレンだと気づきました。 3. エリザベス皇太后とカナダの首相。恋と戦争、政治は手段を選ばずと言います。このことわざにあなたは賛成しないかもしれませんが、1935年から1948年、カナダの首相だったウィリアム・ライアン・マッケンジー・キングの広報担当は大賛成でした。エリザベス王妃、つまりエリザベス皇太后と一緒に写ったジョージ6世を切り取り、首相の選挙キャンペーンに利用したのです。どうやらその企みはうまくいったようですね。4. 女性が初めて人前でショートパンツを履いている。この写真は掲示板サイトレディットに、初めて人前でショートパンツを履いた女性のせいで自動車事故が起きたという文とともに載せられ有名になりました。でも真実ではありません。実際はやらせで、他にもこの撮影で撮られた写真が存在します。また撮影されたのは1937年なのですが、その頃ショートパンツは一般的とまではいかなくても存在していました。写真をよく見ると、車にはへこみや傷が全くありません。写真を合成した人は、もっと細かいところに気を配るべきでしたね。5. デビッド・ボーイとレミー。多くの人がデビッド・ボーイとモーターヘッドのリーダー、レミーが一緒に写真に写っていると思っています。2人の伝説のミュージシャンは2015年12月と2016年1月にわずか2週間違いで亡くなったのですが、この写真が拡散されたのはその頃。実際はこれは2枚の画像をうまく合成したものです。1枚目は実はレミーがガールフレンドと撮った1972年の写真です。2枚目はボーイが当時のガールフレンドで歌手のクラウディア・レニアと写ったもので、うまくフィットするようにされています。 6. サッカーをするボブ・マーリーとジミ・ヘンドリックス。ボブ・マーリーとジミ・ヘンドリックスがバックステージでサッカーを楽しんでいる。このとても有名な写真は何年もの間出回っています。
達成されたのは1979年11月27日、サンディエゴスポーツアリーナです。ヘンドリックスファンなら、彼は1970年に亡くなったのだから、そんなことは不可能だとわかるでしょう。この写真は、マーリーのサバイバルツアーの最中に撮られたものです。元の写真をしっかり見ると、明らかにわかることがあります。前景に写っているシャツをよく見てください。ヘンドリックスだと言われている男性は、ジャマイカのバンド、ザッポーのトランペット奏者、グレン・ダコスタです。7. 勇敢な将軍。この写真は、ユリシーズ・ S ・グラント将軍が、アメリカの南北戦争中に中隊をバックに馬に乗った姿だとされています。誇り高く、揺るぎない雰囲気の写真で、兵士を鼓舞するために使われました。ですが実は偽物で、3枚の写真を合成したものです。体と馬は、アレクサンダー・マクドウェル・マクック将軍の写真2枚から撮られています。グラント将軍の兵士たちは、南軍の捕虜で、グラントとは全く関わりがありません。8. 世界初の救急車。世界初の救急車の写真を見たことがあるでしょうか。このタイトルは、実際は嘘。この写真に写っているのは、南北戦争中に使用されたアメリカの救急車です。世界で初めての救急専門の乗り物は、フランスの医師、ドミニク・ジャン・ラレーが設計しました。1792年、彼は負傷した兵士を救助するプロセスを再構築する試みを行いました。独立機関としての救急車の業務は、1881年に起きたウィーンのリング劇場の大火災の後に始まりました。9. リンカーンの伝説的写真。エイブラハム・リンカーンがテーブルの横に立っている有名な肖像写真は誰もが見たことがあるでしょう。ですがこの写真で本当のリンカーンは8分の1だけです。この写真は2枚の別の写真が合成されたもので、体は著名な政治家であるジョン・コールドウェル・カルフーンのものです。面白いのは、リンカーンは奴隷制に反対。一方のカルフーンは奴隷制を強く支持していたということです。10. ニコロ・パガニーニの銀板写真。銀板写真法は世界初の実用的写真撮影法で、1839年に世界中で導入されました。そしてそこから20年近く、最も普及していた写真技術でした。この写真は、バガニーニの実際の銀板写真だと考えられています。ですが何年も経って、この著名なバイオリニストの銀板写真は、少なくとも一般社会に知られるものは存在しないと分かりました。この写真に写っているのは、ジュゼッペ・フィオリーニというバイオリン職人です。彼はこの偽の写真を作り、人々を長い間誤解させていたのです。11. コティングリーの妖精。いとこ同士のエルシー・ライトとフランシス・グリフィスの撮った数枚の写真は、アーサー・コナン・ドイルの注意を引きました。彼は心霊主義者で、この少女たちが小さな妖精の写真を撮ることに成功したのだと信じました。自分の本のイラストにも使ったんですよ。少女たちは後に写真は捏造で、有名な絵本から切り取った厚紙の妖精を使ったことを認めました。12. 反戦集会のホンダとケリー。政治家はプロパガンダのために写真を使うといったことを覚えていますか。この写真もその良い例です。この写真は AP 通信の誤りにより大統領選期間の2004年一般的に広まりました。ですが実際は2枚の写真を高い技術で合成したものです。1枚目はジョン・ケリーが1971年6月13日にニューヨーク州ミネオラで反戦集会に出席した時のものです。2枚目は1972年8月にジェーン・フォンダがマイアミビーチの集会で演説している写真です。ケリーの原画像の版権の所持者であるケイン・ライトはオリジナルの写真を公開して写真が捏造であることを証明しました。13. ライヒ・スタークの赤旗。この伝説的な写真がやらせだとご存知でしたか。写真家のエフゲニー・ハルデイは勝利の写真を3つの撮影地から選んでいました。
ブランデンバーグの門とテンペルホフ空港、ライヒスターク国会議事堂です。結果、国会議事堂を選びました。カルデイがベルリンに着いたのは、ソビエトの兵士が議事堂の上に旗を立てた後でした。これは世界的に知られています。ですが、写真が少しレタッチされていることを知っている人は多くありません。兵士の一人が腕時計を両方の腕につけており、彼が略奪を行っていたことを示唆しているのです。時計は一つ取り除かれ、その兵士は命を救われました。スターリンの時代、略奪は死刑になる罪だったのです。14、空中浮遊する人。厳密にはこの写真はフォトショップされているわけではなく本物です。写真に写っている人物の名前も分かっています。ですが、やはり偽物なのです。この男性は20世紀初期の霊媒師コリン・エヴァンスです。彼はこの写真が撮られた時、完全な闇の中にいました。これは空中浮遊ではなく、単に椅子から空中にジャンプしただけなのです。彼は霊魂が彼を持ち上げたと説明しました。しかし、装置から彼の手に伸びたコードは、エヴァンス自身がこの写真のフラッシュを焚いたことを物語っています。そして最後に、今日最も刺激的な写真の登場です。15、マリリン・モンローとジョン・ケネディ。多くの人がこれらの写真の通り、マリリン・モンローとジョン・ケネディの不倫は本当だったと信じています。ですが、実際はセレブの大胆なドッペルゲンガー写真で有名なアリソン・ジャクソンによる捏造写真です。マリリン・モンローとジョン・ F ・ケネディ大統領の写真で一般に知られている唯一のものは、1962年5月19日、彼の45歳の誕生日にマディソン・スクエア・ガーデンで彼女がかの有名なハッピー・バースデー・ミスター・プレジデントを歌った日に撮られたものです。ご紹介した写真が偽物だってご存知でしたか？下のコメント欄であなたの意見をお聞かせください。この動画を高評価して友達とも共有することもお忘れなく、チャンネル登録もお願いします。人生はいつもブライトサイドで。